まあ、とりあえずニューヨークの初戦はドジャース勝たないと面白くなってきたじゃない。今日やっぱメッツが勝ったことでね、今日負けると多分4つぐらい続けていかれそうな、ね、感じだもんね。今なら取っときゃドジャースが楽だったのにね。ポストシーズンになってから特にウィル・スミスに回んない。まあ、今日はあのドジャース対メッツもあったとは思うんですけど、まあ、先にちょっとドジャース対パドレスの、まあ、おさらいというか簡単に総括みたいなところから伺えればとは思うんですけど、よく勝ったよそうですねよく勝ったよ。もう俺は負けると思った。おっしゃってましたよね、前回の動画でも、うん、パドレスの方が優勢なんじゃないかっていうところ、うん、よく勝ったよ。やっぱ不安だった、ピッチャーが頑張ったから。そうですね、特にブルペンがすごい頑張りましたね今日。やっと出たけどね。まあ、でも今日はあの主力のピッチャーあまり出なかったね。ナックが。いや、そうなんだけど。いや、それはだって、ちょっとナックは鍛えたんじゃないの？ダメだ。コントロール悪いわ。コントロール悪いから、やっぱりなかなか厳しいね。もうナック使わないでリリーフで行った方がいい試合したんじゃない？もっと。前回のブルペンデーみたいにもう本当にどこどこ3打席費やした方が。しかも昨日もそんなに投げてないですよね。投げてないよ。だから、昨日7回投げれたからね、フリアティが。頑張ったよな、フリアティが。よかったし、昨日もね。今日はいいんじゃない？もうしょうがないよ。いきなり6点取られたらそれは負けるさ。まあ満塁ホームランでちょっと試合決まっちゃった感じはありましたよね、あれ。そうだよね。まあ6対0であのままいけば分かんなかったな。意外にも分かんなかったけど。あそこで最後1点取られちゃったからやっぱな。この間パドレスだよね。でも結局やっぱ俺テレビで言ったけど、やっぱりタティスが打てなきゃやっぱ打てない。勝てないよね。そこを抑えたからさ。まあ山本がよく頑張ったし。まあでもなんか日本のピッチャー2人先発して、まあ、内容はダルビッシュの上だったと思うけど、まあそれ逃さないでホームラン打ってね、いい試合だったよ。ちょっと感動するような試合だね。本当にそうですね、武田さん、うん、解説で見てらっしゃいましたけど、本当に歴史に残るような試合でした ね。あ、もう 20% 超えたらしいよ、NHK。喜んでたよ。すごいですね、この時代に。なかなか 20% 超えてるんだ、すごくない？時間も日付もみんなこう見やすい日付時間で。まあそうだけどね。まあ、土曜日の、午前中だもんね。それでも 20% いく番組もうないでしょ。前回の収録の時はその3試合目鍵になるんじゃないかみたいなおっしゃってましたけど、うん、3試合目落としちゃいましたけど何とか勝ったっていうところも。いや、これまだシーズン中もパドレスに最初負けたじゃん。ちょっとまあバントしないで負けて、で次の試合やられるかなと思った時やっぱちょっと勝ったんだよね。でやっぱその辺の自力はあるんだろうね、やっぱりね。ブルペンデーであれ8対0で勝って、あそこからやっぱちょっと流れが良くなったな。パドレスの勢いもなんかちょっとこう展開、そうなんかそばれたもんね、はい。まあでも本当ちょっとまあ見てて予想で見てると負けんじゃないっていう試合をやっぱちょっと勝ったよね、2試合とか。まあだからその辺が自力なんだろうな。逆になんかパドレスはあの4戦目シーズン投げたじゃないですか、うん、あのあたりはどうだったんですかね。ちょっとまあ無理したのかな。いやでもまあパドレスはチャレンジャーだから別にそこはいいんじゃないの。俺はいいピッチャー、例えばいけるんだったらそれは投げさせた方がいいし、日程的な問題もあるわけだから、そこ投げないで負けるよりはいいんじゃない。まあ投げて負けたけどさ、今4戦までいけたから、まあ5戦目か。まあその辺はチーム的には悔いはないんじゃないの。あ、まあマズグローブがいなかったのはやっぱ痛いよね、そう考えたら。あと一人いればって感じでしたね、本当に。そういう感じだった。パドレスはでも、シーズン中からさ、まあ、8月の後半ぐらいから、最初から開幕からああいう感じでやってくれるとね、もっともつれると思うんだけど、まあ、ああいう感じにならないのかな、チームが。なんかそういう感じなんだよね。最初からエンジンかかるような感じじゃない。来年とか期待できるんじゃない、そう思って見てたけど。まあシーズン途中でアライスも加入してっていうところもあったりとか。でも総合力はね、やっぱ、まあ、来年マズグローブ投げれないんで、まあまあ、誰がまた出てくるか補強するかわからないけど、打線はいいよね、やっぱね。多分メリルがもっと良くなると思うし、そうするとやっぱりドジャースは結構ピッチャーを補強しないとシーズンは楽じゃないと思う。あと、まあ、5戦目あの NHK で解説されてる時に、あの、うん、先制した次の回3回表で武田さんがあの勝負眼を乗されたと、うんうん、まあ、すごくこう展開としても早かったじゃないですか。試合3回表ここにあるっていうふうに至った背景みたいなところをお伺いできればと思います。あれでもやっぱあそこ勝負どころだよね。俺が多分投げてたら、あ、ここが勝負どころだなと思って投げてる。あ、まあ、俺結構勝負眼出さない日もあるんだけど、自分が投げてたらここ勝負だなっていう感じの時に出すようにしてるんだけど、だからまあ序盤でやっぱ自分に流れを持ってくる、チームに流れを持ってくるためにあそこを3人で終わらせるとか、3人で終わらなかった場合にダブルプレーで終わるとか、そういう、こう、試合の流れっていうのを自分の方にこう持っていくために、まあ考えて投げるんだけど、まあそれがあの回だったっていう感じ。俺の中ではね。
まあほら、そんな長いイニング投げないし、そうするとやっぱ序盤でやられたら、やっぱ試合壊れるから、だからまあそこは勝負どころだなと思って出すんだけど、また次の日もそれ出したんだけどね。自分の勝負どころを見極められるじゃんって、やっぱ勝てるじゃない。だからその辺なんじゃないかな。この間のタイガースの、あいつスクーバルも、この回0点で抑えれば乗れるっていうところでさ、逆転されちゃったんだけど、やっぱ点を、0対0でいってる試合とか、点を取った時に試合が動き出すので、そこをどうやって、自分の先に点を取ったら、どうやってその相手に流れを持っていかせないかっていうのを考える。その時出してるんだ、いつも、あれ。まあ、結構他の解説者の方とかやっぱりこう終盤の方のゲームが決まるようなタイミングで出されて、まあ、すごい序盤に出たんで重視されてるタイミングなんだろうなっていうのはすごく感じた部分ではあったんですけど、そうであれダブルプレーで終わったんで流れがやっぱ来たのね。まあそんなもんなんだよね、野球ってさ、なんか生き物だからさ。いや本当に流れっていうのはあるんだなっていうのはすごく、あるあるある、本当にあるよな。そんな感じだよ。だってキケヘルナンデスがホームラン打っちゃうんだからさ。でもなんかすごいプレーオフ強いみたいなデータも強いんだよ。もともと強いんだけど、ああいうなんか表にみたいなのは強いんだよ、あいつ。まあ、いい選手だよ。メガネ最初からかけたらもっと打ったのよ。なんかシーズン序盤1割ぐらいでしたもんね、本当にね。ほとんど。目が悪かったし、メガネをかけたらよくボールが見えるようになった。当たり前だ。後半ずっといいところで活躍したんで、助かってんじゃない、チームは。アポロ方でもいろんなところ守ってくれますしね。そうそうそう、守れるしね。いい選手だよ。俺昔から結構好きなんで。でも本当におっしゃる通り、スクーバルは、まあ、3回り目の点取った後にやられて、ところで山本がしっかり抑えられてっていうところ、そこの差だったよね。山本とスクーバルの差はそこだった。まあ、スクーバルもあれもちょっとついてなかったなっていう部分もありますよね。あったけどね。まあでもそんなもんだろ。まあ実力がまあ似たり寄ったりの、やっぱりそうじゃない。もう同じぐらいなんで、そういうことでやっぱりこう試合って、ね、変わるからさ、まあ致し方ないんだな。でまあ、昨日のメッツ戦からちょっとまたお話伺えればとは思うんですが、メッツ、まあ、先発千賀がちょっとなかなか立ち上がりなかなかひどかったね、苦しんだのかなという印象はありました。ストライクが入んなかったら話になるんだもんね。やっぱりシーズン中投げてないし、で、まあ、1戦目はうまくいったんだろうけど、本人はさすがにちょっと許してくれなかったかな。ストライクが入んなかったからね。西と東の気候の差もあるから、なんかそこ難しいんじゃないかな、ピッチャー。いや本当そうですよね。今日の実験とか見てたらもう寒そうですよね、めちゃめちゃ。もう寒い。今日ニューヨーク寒そうだもんね。まあ本当はもうめちゃくちゃ寒くて、東の方めちゃくちゃ寒くて、なんかもうすげえなんかスキーみたいなやつ着てやってるってイメージだからさ。いや本当にジャッジも首まであるタートルネックのやつ着てやってましたもんね。それが面白いんだけどね。そういう、まあ、そこの気候の差だったりとか、あとまあドジャースタジアムで初めてだったりとかっていうのもなんか、ね。まあ多分初めてはあると思うな。早めに変えたけどね、次投げるか分かんないな、感じは。とりあえず5戦目までは今日はあったからあるからね、メッツは。次ニューヨーク行くんで、まあ、やっぱりそれは本拠地の、ね、血のりもまた出てくるだろうし、まあ、メッツはでもやっぱりこう勢いは少しやっぱあるんで、まあ、もともとね、第6シードから上がってきてて、もう負け試合を逆転して上がってきたわけだから、それなりに本当に勢いはあると思うから。だからまあとりあえずニューヨークで3戦目はやっぱり落とさないように頑張らないといけないと思うな、ね、どうじゃ向こうで3つやんなきゃいけないんで、どっちにしてもね。まあ今日のあいつなんだ、左のやつマラ、あいつはちょっと打てないだろう。あの左バッター打てないの、あれなんか大谷全然タイミング合ってなかったもうなんか2つすごい簡単に三振しましたもんね。いやもう全然、だっていい球投げたんだけど、もちろんタイミング合ってないもんね。なかなか手こずるよね。だからあれのまた出てくるでしょ。もう一回投げそうですよね。まあ6戦目か7戦目か、もしかしたら5戦目出てくるかもしれないし。負けられないとなったら出てくる可能性はあるね。まあとりあえず、ニューヨークの初戦はドジャース勝たないと、どっちにしても勝たないとダメだよ。まあ勝ったら楽なんじゃない?全体的な力差的には、ね、それはドジャースがあると思うから、とにかく3戦目大事だね、と思って。3戦目誰行くんですかね?今日ビューラーなんで。ビューラーしかいないじゃない。今日なんでビューラーじゃなくて次にしたのかなっていうのはちょっとなんか難しい部分。間が短かったんじゃない。間が短いのとビューラーが、まあ、調子はあんま良くないから、今日ビューラー行くより一日でも長く休ませた方がいいっていう感覚かな、もしかして。前回登板あんまりビューラー印象良くなかったです。なんか僕的にはちょっとあんまりこうついてないようなフィルダーチョイスだ。ボールは悪くないんだって、もう俺ずっと言ってるじゃん。ボールはもう良くなってきてるから、あとは運なんだけど、運が悪すぎるよね、いろいろ。
あのホームランとかは別にその前で終わってそうなところで、フィルダースチョイスなりで。それもね、だから運も実力のうちっていう言葉があるんだけど、やっぱりさ、本当、それは本当だと思うんだよな。だからまだ本当の今、手術明けで実力が発揮できてないんで、運もなかなか味方しないのかなとは思って見ているけど、ボールは悪くなくなってるんで、あの十分、なんていう の, あの抑えられるようなボールは投げてるんだけど、なんかね、でもやっぱね、ボールが高いんだよね。まあ、あのいい時ってもうちょっとボールやっぱ低かったと思う。だからやっぱりなんかやっぱこう来年完全復活するんだろうけど、もちろんそうか、まあ、あいつも2回目なんだよね、トミージョン。だから2回やってみんなどうなんだろうね。いや、もうそこはもう全くわからないですね。片ひじ、まあ、デグローも2回目だろ。だから今やったら2回目だけど、2回目か3回目かな。デグローも結構やってるんだよね。そうですね、まあ、日本でいうと、あと前田健太投手は結構手術とか多いですよね、うん、デグローもはでもこの間多分見たらあんま変わってないな。っていうか、いいよ、やっぱり。先発ピッチャーいないよ。まあまあ、その予想に反してっていうか、こちらの悪い予想に反して、ブルペンがちょっと頑張ってるんで、ドジャースはなんとか試合になってるから。なんかフィリップスも一時期どうかなと思いましたけど、ポストシーズン。よかったよ、この間。この間もよかったし。まあ、トライネンは相変わらずあんな感じだなと。まあでも、ゼロでみんな抑えたから、いいんじゃない、逆に。やっぱり。今日ブルペンデーだったけども、まあ負け試合になっちゃったんで、ピッチャー、そんなあれだったんだけど、勝ち試合になればね、やっぱいいピッチャー、つなぐと思うし、まあ、どっちにしてもブルペンデーが増えるから、どうしますか。もうこのままいくと、山本とフラーティーとビューラーしかいないんだからさ、そうなると、ブルペンが頑張らなきゃいけないから、まあでもシーズン中ね、あのちょっとやられること多かったけど、そのパドレス戦から内容が良くなってきて。そうですね、連続無失点なんていう、ちょっとシーズン中には考えられないような記録も作って、今日初回に終わったからね。そうですね。いきなり先頭打者にホームラン打たれて、あと1イニングだったから。そうです ね、まあ、いきなりリンドーアに打たれて面白くなってきたね。今日やっぱりメッツが勝ったことでね、まあ、あの今日負けると多分4つぐらい続けていかれそうな、ね、感じだもんね。そうですね、なんか初戦本当に勢いを完全に抑え込んだような印象はあったんですけどね、ドジャース、うん、今日また復活してきましたね、メッツ。そうそうそう、メッツはちょっとミラクルだから気をつけないといけない。今日もしかも、まあ、その乗ってほしいようなリンドワールド、うん、あとそうビエントス、そうそうそう、満塁ホームランも出てっていうところで、あのワイルドカードとかその時も結構守備は結構まずかったもんね。まあでも本当にいいところで打ちますよね、しかも、うん、つうつ通り残るようなホームラン。そうそうそう、まあ、リンドワールも満塁ホームラン打ってましたけど、メッツ3戦目どう勝つか、ドジャースもね、どっちが勝つにしても結構大事な試合なんじゃない。3戦目はドジャースとしてはどうですか。ニューヨークでの試合っていうのは、まあ1勝2敗でいける、あの2勝1敗にできればもちろんいいですけど、まあ最低1勝2敗みたいな考え方です、うん、でもやっぱ早く勝ちたいでしょ。だって3勝2敗になるのか、2勝1敗だ、メッツが2勝1敗だとね。そうですね、でまあだから ロサンゼルスではもう2回勝たないといけないみたいな、うん、まあどっちにしてもまあもう6戦とか7戦に行きそうだからさ、どうなんだろうね。いや本当に山本由伸投手もちょっと2回投げるのは厳しそうですもんね。4試合目とかに投げると7試合目投げられるかどうかっていうのは結構、いや投げれないね。いつだ、明後日投げるの。まあ順当に行けば4戦目だっけ。3戦目はちょっと投げなさそうな感じはありますね、今のところ。4試合目なのかな。4戦目かな、ただピッチャーいねえぞ、どうじゃん、先発。一応、まあ、あさってが3試合目なんで、3試合目にもしかしたら、ブルペンで、まあ、今のところはビューラーが予告先発で出てるんで、うん、で、まあ、4試合目、山本由伸投手投げになると、7試合目はちょっと難しそうですよね。うん、まあ、でも7試合目でいけば、もう、総動員だから、どっちにしても。まあ今年のポストシーズンは面白いや。みんな見てんの。びっくりするよ。なんか終わったら LINE がすげえ入ってた。まあ特に5試合目はそうでしょうね。そうよ。まああと心配なところで言うと、ベシアがちょっと離脱しちゃいまっちゃったっていうのもあって、ブルペン。どこが痛いのあいつ。肋間筋って書いてあるから、肋骨ですね。ああ、じゃあ入っちゃったんだ。肋骨のさ、体が調子良すぎるとこう肋骨のとこにこう入るんだよね。俺もやったことあるんだけど。調子すぎるとなるよ。なんかこう呼吸しにくくなるような感じなんですか。いやいや、もう痛いよ。肋骨の一番下あるじゃん。この肋骨の一番下あるじゃん。だからここがこう投げるときにこう入っちゃうね。右手と遠い方の肋骨。そうそうそう。はいはい。ゴリってなるね。これも一回なったんだけど、そうすると結構時間かかるんだよ。
まあ、安静にするしかないですもんね、直すって言っても。そうそうそう、投げれないしね。うん、最初やっぱ怖いしね。本当、ホークス行った時に96年か、開幕の前、最後のオープン戦でそこ痛めて、で結局、開幕一回り目は投げなかったもんね。やっぱ2週間ぐらいかかってるんだよね。結構時間かかるよ。肋骨系は、この肋骨とかこの辺はね、体ねじるからやっぱりかかる。まあ、今日代わりに上がってきたハニーウェル投げてましたけど、なんか結構投げてた。まあ、ねえ、まあ、シーズンもさ、なんでマイナー落としちゃうのみたいな感じだったじゃん。そうですね。別に防御率もそんなに悪くない。悪くない、悪くない。まあ、それ2回投げたかな、今日2回だっけ。5回から7回まで投げましたね、5、6、7と。あ、5、6、3イニング投げたもんな。はい。まあ、ちょっとフォアボールとかもありましたけど、そんなに打たれてもなかったですもんね。うん、よかったよ。うん。あと、スクリューとか投げますもんね、珍しく。あいつスクリューボーラー。うん。シンカーじゃないですね、あれは一応。あれはスクリューだ。まさにスローで見たらスクリューだね。それは何なんですか、投げ方の問題なんですか。いや、でもああいう投げ方なんじゃない。あの、まあ、あれはなんかテレビによるとお父さんに教わってましたね。お父さんに習ったみたいな。習ったんだ。シャーザーもお父さんになる。シャーザーはお父さんに、投げ方はお父さん仕込みらしいよ。シャーショーは持って、誰にも教わったことないね、あれなの。対照的な2人と、まあ、いろいろ投げ方もそれこそスクーバルとかさっき話題に上がりましたけど結構独特な投げ方ですよね。足目いっぱい上げてるみたいな。いや、もうあいつの投げ方でよくあのストライクいいなって思ってコントロールいいんだよ。あんだけ球速くてビシバシコースついてね、インハイ右バッターのインコースがいいや、コントロールがね、コントロールがいいよ。まあメジャーでもボール速いだけじゃダメだから、コントロール良くないと。だからまあ日本のピッチャー、上原とか長谷川とかそんなに球が速くなくても抑えるのはやっぱり変化球がいいのとコントロールがいいのね。ここで抑えられるんだけど、今永取っときはドジャーで楽だったのにね。いや本当にそうですね、セットで取って都市対抗みたいに途中から補強できたらいいんですけど。そうだよね。でも本当になんかもうもったいない、もったいなかったなと思って今ドジャーズをピッチングスタッフ見てて、うん、まあグラスの方がね結構離脱しちゃってっていうのが、まあでもほら今永いれば楽だったんじゃない、もっと、うん、だって左の先発って、左本当にいないですからね。なんで補強しなかったの。多分今永をドジャースが本気に取りに行ったら取れたんじゃないかな。今永欲しかったな、今だよ、 今頃言うけど。そしたら明日今永投げて、ね、よくない。うん、いやめちゃくちゃいいですよ。ドジャース来年はもうピッチャー補強でお願いします。あとまあなんかドジャースも急になんかセーフティースクイズやら送りバントやら結構こうやって扱うようになってきましたけど、その辺はどう見ても。いや遅いよ、シーズンの最後のもどこり1ヶ月なんてやっぱ知っていかないと戦いが楽じゃなくなるじゃない。もうちょっとまあ最後の1ヶ月と言わずにも最後の半月ぐらいは、優勝争って3ゲームとかしか離れてなかったらやっぱやっていかなきゃね、点入るものも入んないじゃない。俺あの時バントしないの言ったけどさ、パドレスの最初の試合の時でもだから最近やりだしてるもんね。なんかそこもまあ今日はちょっとあの打順変わっちゃいました。9番にエドマンを置いたのもそういう意図もありそうですよね、大谷の場合。あると思うよ。まあでもエドマンも打ってるし、いいとこで、まあ頑張ってるじゃんね、途中で取った。フレアティも頑張ったし、エドマンも頑張ったしね。いい働きしてんじゃないの、みんな。じゃあちょっと最後に今後、まあ3戦目、鍵になるんじゃないかっていうところを挙げていただきましたけど、選手でいうと、ちょっとどの選手にちょっと注目したいというか、うん、まあ大谷選手はもちろんだとは思うんですけど、うん。対戦選手みたいなのっていたりしますか。いやもうウィル・スミス打てねえよ。ウィル・スミスは全然打てない。今日もまあ打てなかったもんな、あそこで。そう、あそこで打ってれば全然多分まあ流れ変わったと思うんだけど、なんかね、こうプレーオフになって、ポストシーズンになってから特に、なんかウィル・スミスに回んない？そうですね、いい場面で。まあ打順もそういう打順っていうのもありますけどね。そうなんだけどさ、うん、そこちょっと今全然打てないでしょ。ちょっと打順変えた方がいいんじゃないのかなと思った。そのもう少し気楽な後ろの方で打たせて、調子いい人もちょっと前に上げてくるとかさ、まあ、マンシーもちょっと当たり始めましたもんね。マンシー当たりだしたらそろそろ活躍するから。いや寝てたから、今寝てた。マンシーは今お昼寝してたんだけどちょっと起きた。そういった意味で言うとウィル・スミスにちょっと期待したいというところですね、上位打線の後の。そうね、そうね、ウィル・スミスでも打順下げた方がいいんじゃないかな。リードも大変だし、なんか俺そう思って見てたんだけど今日も。なんかまあ最初の方フォアボールとかで出塁したりとかありましたけどね、なかなか人じゃなかったですよね、うん、あの一発ホームラン、まあ、いいところで出ましたけどね、だけどね、まあ、でも今日なんかはあそこで本当にウィル・スミスが打ってれば
結構試合の流れ分かんなかったもんね、あそこで。みんなでバタバタバタって行きそうな感じだったからさ。そういった意味では、ウィル・スミスにちょっと、まあ、打順の変わるとかっていうのもあるかもしれないですけど。うん、あるけど、考えた方がいいんじゃないかなと思った。うん。ありがとうございます。うん。